どう？食べてるね。あ、持ってく、持ってく。ああ。動物専門学校の文化祭に行ってきました。節子でーす。あ、そうなんだ。学生たちがショーもやるし、設営もやったり、販売もやったり、あとは普通に触れ合いの、あのうちみたいに立場みたいなこともやってて、もうなんかがっつり動物園みたいな感じで面白かった。やばい、やばい人が登ろうとしてます。やばい人が登ろうとしてます。ちょっと待ってください。ああ、登ってるよ、登ってる。おー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 、脱走しようとしてる。出たいのはわかるけど、出たいのはわかるけど、水浴びさせる気を紛らわせて。うん、気持ちいい。どうですか？気持ちいいんだ。どうですか？うん、すごい気持ちいい気温になったから、超活発で、朝からドスドス歩き回ってて、あ、そうなの、かわいいね。ご飯もなんか2回ぐらい食べたらしくて、いつも1回なのに。あ、いいんじゃない、もうこの中で行くか。上近です。会社です。今日あげるのは、でん、はるかさんが苦手なきゅうりです。はるかさん。はい、上げていきます。カズマ行く？まあまあ食べるのも分かりきってるよね。うん、はい、美味しい、美味しい。美味しいよね、これは。美味しいよね、カズマね。美味しいよね。見て、出たキュウリ。あれ、そんなでもない。パク、うん、食べた。どう？食べてるね。ちょっと大きかったな。あ、でもなんか食べた。あ、食べた。ちょっと噛んでる、あなた。ちっちゃいのにしとこうか。ちゃん食べる。もういらないの感じですね。あ、もう、もう食べてるよ。芝生をね。うん、ちょっとちょっとだけね。後でたくさんあげるから、ちょっとだけ待っててほしくて。ちょっとだけ待っててほしくて。キュウリはね、噛める。これ誰だっけ？ゴマちゃん。ゴマちゃん、やばい。回ってきた。頭いいな。あ、いいね、いいね。あ、いいね。美味しそうに食べてる。カメは普段の売ってるご飯がキュウリなので。あ、そうなんだ、はい、普段から食べてんだ。普段から食べた。へぇ、もりもり。美味しいね。あ、美味しい。あ、噛める。うん、噛める、頑張れ。ちょっとね、分厚いよ。よいしょ。わー。おー。おー。欲しい。めっちゃ欲しいって言ってる人いるけど。大きかったの。ちょっとさ。分かったの。あげるよ、これ半分。はい。あげる、あげる。ほい。どうぞ。はい。うん。あれ？あれ？噛み切れる？あー、美味しい。美味しい。いい。うん。いいね。美味しい。はい。はい。うん。あー、早い。早い。止まった。もうないのか。ほい。お。うん。お。おいしい、おいしい。来るんだけど。やだね。あそこの。うん。こっち？あ、こっち？あ、来たよ。あ、やばい。なんか来たよ。増えたよ。怖すぎる。これが怖い。やばい。どこも。なんか私にもくれるって言ってたよねみたいな。うん、なんか呼ばれた気がしましたみたいな感じ来たよ。はいはいはい。ベロベロベロ。ベロベロ。あれ美味しいよね。ベロベロベロ。美味しい美味しい。はい、ベロ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 。いい顔。違う違う。キャサリン食べない。キャサリン食べないのかも。はい。あ、うん、あ、あ、あれ？あ、そんなでもないんだ。あれ？あれ？ええー。自分のを食べたい。けどキャサリンうまそうでもない。うん。あれ？大きいの。
うん、美味しい。まさにいらないんだ。うん、向こう行っちゃったね。珍しいね。よだれ。うん。食べた。食べました。なんか間違いだったかもしれないですよね。行っちゃう？あれ？そんなでもないね、今日。別にって感じなんですね。うん。カスノは相変わらずですけど、うんうん、どうだろう。なんかいらんみたいな顔してる気がする。こっちは薄切りいらないか。固まってる。固まってる。いらないか。そっか。持ってる。かわいい。どうぞ。俺も食べるよね。あ、食べた。あ、食べました。うん。はいはい。置いてても食べますか。はいはい。あ、持ってく。持ってく。はい、モルモットになった気持ちで見てください。何にも見えなくなっちゃう。まあ食べるやん。レイちゃん、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 かわいい。お、なに？レイちゃん、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 はい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 。お、レイちゃん、レイちゃん、いたずらしないよ、いたずらしない。レイちゃん食べる？待つ？レイちゃん、レイちゃん、レイちゃん、いらん、いらん。キュウリはいらん。カメラが欲しくて。変わった犬がいるよ、変わった犬がいるよ。うん？あ、食べる？でも食べないでしょ、多分。はい、あ、おーおーおー、ありがとうございました。ありがとうございました。怖いな、ちょっと投げてもいいですか？うん、いいよ。恐れ。落とした。まあまあまあ、まあ、まあ、食べるよね。まあ、食べる。はい、ちゃん食べる。こちらお座りしてください。ちゃん食べよう。うん。問題は。はい、いない。お座り。お座り。お、違う違う違う。お、お、お、用意してる。はい。お、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 ちっちゃくしようか。はい。舐めたけど、ね、ちょっと思ってたのと違う。いらないんですけど。あ、食べた。食べました。口には入れたけど。あ、出した。残念。うん、あ、変な顔してるけど、変な顔してるけど。うん、でも食べた。食べましたね。うん、食べました、食べました。やった。じゃあ怪獣出そうか。はいはい。違う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 。そっちに来た。丸ごとじゃないんだ。ああ、おお、あ、あ、すごい。はい、美味しい。あ、美味しかった。もういいかな。こんなもんでいいかな。あ、いや。あ、あ、はい。料理をあげていきました。なんか美味しかったね。美味しかったね。美味しかった。うん。
あさちゃんも来た。あんまり珍しい食べ物ではないので、まあ、みんなもぐもぐ食べてくれました。うん。さちゃん、さちゃんおいで。さちゃん。なんかやったよ、あいつ。あいつなんかやったね。全部食べられました。行ったやつ落とされた。もうあの見に行った時にはほぼ残ってます。ビャビャビャってきな粉。結論、きゅうりは味噌で食べるのが一番。うん、まあいいんじゃない。いいけど、うん、あ、味噌で食べるんだ。私は味噌で、麦味噌で食べるのが一番好き。おじさん臭いね。あ、なんすか。きなこの食べっぷり相変わらず良かったね。グッドボタン。きゅうり、私は何々で食べるのが好きだよ。ね、うん、コメント欄、うん、どうやって食べるんだみんな。きなこが、うーん、きなこが他のなんか食べ物がつくところももっと見てみたいよ。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。うん、めっちゃ歩いてますね。すごいね、すごい活発。へえ。あったかいから。あったかいけど今までもあったかかったじゃん。なんか暑すぎると思う。過ぎてもダメなんだ。ぐらいです。いい感じっぽいです今日は、うん。お土産。はい、じゃあ閉めよっか。はい、はい、ちょっと外行こう、外なんかそんなこと聞いたような気がする。うん、キュウリ、キュウカンバー、キュウカンバーですよね。キュウカンバー、キュウカンバー、キュウカンバー、キュウリ、ウリ、あ、やばい、ちょっとダメダメ、同じ結論になっちゃう。ジョジョの人と、ジョジョの人ね、ジョジョの人と同じ、うん、こうやってやっちゃう。結論、キュウリは味噌で食べるのが一番。おじさんがそうやって食べてるイメージが、まあ俺もおじさんだけど、俺もさ、俺よりもっと上のさ、はい、その俺のお父さん世代くらいがそうやって食べてるイメージ。え、最近そうやって食べる人いる？え、みんなどうやって食べるんですか？どうやって食べる？確かにキュウリどうやって食べるか、中にね、そういうものとか中に混ざって最初から入ってることがある。キュウリだけを食べて、でもまあ塩とかで食べるんじゃない？どうなの？そんなことない？なんか夜中とかに小さい頃からそのこうあの食べなんかお腹空いたけど夜中に何か食べるのはちょっと忍びないって時にキュウリが常備してあるんですよ。実家に。はい、キュウリで、あの麦味噌がドカってあるので、それをこうスプーンでガッつけて、もうキュウリにこうやってつけて、あ、もう切りもせず、こうやってすげえな、ボリボリ食べるのが好きで。すげえな。だったらなんかあの罪悪感ないじゃないですか。いや、わかんないけど、キュウリだからってこと？そうです。なんか水だし、うん、まあまあカロリーは高くないけど、味噌はそこそこカロリーあるような気がしないではない。なんかマヨネーズで食べるよりは、うん、あーあーあーこりゃあもうダメお前、ダメお前、それはダメだ、ダメダメ、座りしてて、はい、ダメダメ、洋服引っ張っちゃダメでしょ。味噌派です。ああ、味噌派って言っちゃった。うん、まあいいんじゃない。はい、はい。